10番線と千代田線の境の駅、綾瀬駅よりこんにちは。今回はその0番線から出る地味な支線に乗ります。その支線とは千代田線の北綾瀬支線。綾瀬から1駅のビルだけの短い路線です。列車は20分間隔に見えるかもしれませんが、ここ0番線以外のホームでもバンバン出てます。綾瀬始発の列車もありますが、0番線以外から出る千代田線からの直通列車も半分ほどあります。ですが、土休日は0番線からの発車が特に多いですね。この0番線から発車する列車は3両編成のみ、他の番線の重量と比べるとかなり短いです。その3両編成に用いられる列車は、05系です。どこかで聞いたことある形式？そうです。05系は東西線でも使われている形式です。別にこれは千代田線のこの区間用に新造されたものではなく、東西線から持ってきたものです。側面膜？美味しいんですかそれ？でも綾瀬と北綾瀬しか結ばないので、表示されていたとしても意味があるかは。駅の端かつ3両だけとは言っても、ホームドアはついています。では早く乗り込みましょう。もちろんオールロングシートです。7人掛け。全体的に今千代田線で現役の車両、16000系に近い雰囲気の内装になってますね。2画面の17インチ LCD もしっかり備わっています。どうせ2駅しかないからなのか、堂々と5系のマークらしきものが、かわいい、こだわりがすーごい。なおこの駅表示、綾瀬と北綾瀬しか表示されていないので、とても離れているように見えますが、2.1 キロを4分で結ぶ短い路線です。距離の割に時間かかりすぎでは？綾瀬発車。右側に線路が伸びる常磐線の亀有、金町方面の横目に、次は北綾瀬です。どうあがいても終点です。ナンバリングは C20。千代田線からの続番です。大文字 M と小文字 MB で区別されている丸の内線の方南町支線とは違う点ですね。あちらは途中の中の坂上で分かれているからというのもありそうですけどね。お客様に車内美化のお願いです。ゴミは駅のゴミ箱へお捨てください。ご協力をお願いいたします。ペットボトルや缶は持ち帰りましょう。本当に持ち帰りましょう。2キロちょっとしかないのにやたら遅いです。4分かかります。この車両がマックス時速60キロなのが主要因なんでしょうか。設計上は時速110キロ出せるはずなんですけど。この05系アイコンですが、芸が細かいことに、北綾瀬に近づくにつれてじわじわ進みます。北綾瀬では、3両編成の列車は、だいぶ前の方に停車します。4番出口が少しだけかわいそうだなって思ってみたり。北綾瀬支線は伏線です。そしてすれ違いも普通に起こります。右側には10両編成の千代田線16000系が、10両北綾瀬始発には後で乗ります。10両いるのか？ 3 両で足りるのか？実は、最近まではこの区間は3両編成がアクセプトを往復するだけでした。しかし2019年3月のダイヤ改正で状況は一変します。当時はすでに北綾瀬の利用客数は3万人を超えており、3両で捌けるかは怪しい状況でした。そこで10両編成が数十本単位で直通するようになりました。千代田線16000系が大半ですが、小田急車や JR 車も稀に来てくれます。2020年度には色々ありましたが、他のメトロ駅に比べて利用者の減少幅は小さく、利用客も依然として3万人を超えています。ということで、意外にも10両は必要な区間なんです。利用客が増えているとはいえ、朝ラッシュ時でもそれなりに余裕はあります。本線に関しては綾瀬から混雑していき、町屋から西日暮里でピークになりますが、東京メトロ曰く、この北綾瀬支線では、ゆったり立てる程度、とのこと。7時台から8時台の本数は15本と、他の首都圏路線より少ない北綾瀬支線ですが、割とどうにかなっている雰囲気ですね。ちなみに昼間は3両ですらガラガラです。ご注意ください。東京メトロをご利用くださいまして、ありがとうございました。終始ゆっくり運転で北綾瀬到着です。3両の列車は折り返し、自宅と会社だけを往復する社畜のごとく、綾瀬へと向かいます。どうあがいても足立区から出られません。10両と3両の長さの差はホームドアにはっきり現れています。3両が止まっている間、残り7両分のホームドアは、ずーっと閉まっています。これが格差。そうそう、今はホームドアの一部が透明ですが、昔はそうでないタイプでした。今の埼玉高速鉄道のホームドアが、一番その当時に近いです。
しかし重量になったということで、北綾瀬のホームドアは取り替えられてしまいました。長いホームをずっと綾瀬方面に歩き、新設された改札口から出ましょう。なおこちら重量基準で言うと3号車の4番ドア、3両基準だと最低でも5両分くらいは歩かされます。こちら特内メトロ線内というわけで、東京フリー切符の範囲内にしっかり入っています。2021年3月15日撮影なのは気にしないでください。取りだめしすぎたんです。改札を出ましょう。出口に向かう前に軽く歴史を説明。この路線はもともと車庫線でした。ですが、1972年に部分的に、そして78年に全通した千代田線の開業で、北綾瀬周辺は開発が進みます。これにより車庫線をあれこれやって、1979年に営業を開始したのが北綾瀬支線です。その支線開業当時からすでに、5000系や6000系の3両編成での運転が行われていました。ですが2014年、05系に置き換えられる形で両方とも引退。この置き換えは、老朽化や本数確保が主な理由でした。あ、ここは、勝負沼公園口、という、重量化に伴って新設された出口です。目の前に公園。さすが緑をまとった路線です。すぐに改札内に戻ってきました。やってきたのは1万6000系。前面がライダーのヘルメット風になっているのが特徴的ですね。先ほどの3両の北綾瀬と綾瀬を結ぶ05系とは違い、重量編成で代々木上原まで行ってくれます。首都圏では重量は割とよく見ますが、3両と比べると長く感じますね。これやっぱり昼間は重量もいらないですよね。1万6000系には現状、大きく分けて2タイプの車両がいるのですが、これは4次車以降の車両ですね。静かな VVVF の音が特徴的です。3次車以前と4次車以降は、帯色に黄色が含まれているか、などで判断できます。1万6000系の内装は落ち着きがある青ベース。5系と比べてその青々しさが目立ちますね。5系はもともと東西線という青い路線を走っていたはずなのに、緑の千代田線生まれの車両に、青さで負ける、というのはなんとも。東京メトロ。JR 常磐線に行く定期列車は今のところ存在しません。北綾瀬方面と JR 常磐線方面は運用上、完全に分かれているんです。千代田線本線からの北綾瀬行きはやたら嫌われているとかなんとか、まあ松戸にも柏にも行かないくせに生意気だっていうのがあるのかも。でも、北綾瀬支線もそれなりに個性的なので、嫌いにならないであげてください。というわけで本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。